안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마이입니다마이さんいかがお過ごしでしたか思い浮かべてはいました朝鮮時代のコンユさんあの姿が私は一番好きなのでこの半帽の色何でしたっけ顔しか覚えてないまあ、顔が顔が、はい、ね、私は顔だけを思い浮かべてましたこの残り4話でその姿は出るのかどうかお願いしますお願いしますでと思うけれどお願いしますね、僕ら前の12話までは結構ね近いスパンでパパパって見たんですけど、うん、今日はそこからはちょっと時間を置いて撮影してるんですけど長かったどういう風に終わってるか覚えてますかあれやん対面したところやんそうや階段を登っていたとこや、うん、もうなんか掴んで終わってますね、うんうんうん、でその後どうなるのか、うん、っていうところからスタートになりますね、うん、じゃあ13、14話まで見ていきましょう、はい、ノルチチャレとかでオーダラバクラバリゴーリサガットンクマルゴリどこまで覚えてるやろな今。ボルブリネ어디있어집을나왔어요그럼그사람은집에있을것같아요살아내단소리네애초에산사람은아닐텐데 근데요사장님전생기억나신거요어떻게기억나신거예요응이상하게 네사오로 確かに マジ会社やな그대는차사직을수행하며있어차사부의능력을쓴사실이확인되었다 인간의기억을지운것외에명부를발설한것전제를들키고도조치하지않은것인간에게전생을돌려준것제목바래를기억하시겠어모두인정하는가인정합니다본인도인정한다이에중징계를내리고사안의엄중함을직시하라저승사자는생에큰죄를지은자들로다시너의죄와대면하라그것이이모든규율위반의엄중한벌이다하구미가도만년먹고싶다대하의신인이しかも想像で描いたんや確かにすごいなめちゃめちゃうまいペア三脚君내백성들도내신하들도내여인도나조차도나를사랑받지못하였다탕약을더가져오라무엇이들었는줄안다한번에끝내자구나내가검을내렸어너에게내가죽였어내가다죽였어기억이났어너라니까네가그랬어네가다죽였어죽이다죽이다너는몇가지죽였어부탁이야네가나좀죽여줘저도말씀드릴게있습니다명부중에지은탁이라고날짜를보니까발설하지마명부에서손대내가본거야넌모르는거야에이どうしようもないもうほんまに最後らへんになってきたよ은탁이에명부가왔어정윤현
없어. 알면 좋을 듯한. 그날 넌 무엇을 위해 앞으로 나아갔던 거야? 그 자리가 무덤이 될 걸 다 알면서 전하지 못했던 말을 전하라. 그렇게까지 해서 무슨 말이? 선왕께서는 널 돌보지 않음으로 돌보았다고. 너의 이복형이었던 선왕제에게, 너의 정인이었던 내 누이에게, 너의 고려를 지켰던 나에게 난 사랑받았다고. 그러니 한 말씀만 내리라고. 분노와 염려를 담아 검을 내릴 테니 박주문을 베어라. 그 한 말씀만. 하지 않다. 나는 내 놈을 또 죽였으니 보아라. 결국 파국이다.
기별합니다. 신분과 카드와 조카가 필요하다. 이게 뭐예요? 그니까
아, 지금 가게도 아니고 전박이로 왔대. 내가 CCTV 돌려서 확인해봤거든. 진짜. 전에 가게가 어딘데요? 그러니까 이상하지. 아, 그 가게 GPD가 와본 적도 없는데. 여보세요? 유신재입니다. 혹시 제 전화 기다리셨을까요? 그땐 정말 감사했어요. 그럼 저랑 산책 어떠세요? 지금 저한테 데이트 신청하시는 거예요? 네, 저 마음 먹었거든요. GPD님이랑 데이트하기. 근처에 오시면 전화 주세요. 아무래도 거기 뭐가 있는 것 같아서 그거 찾으러 가요. 거기 뭐가 있는데 그걸 몰라서 가는 거예요. 진짜 인기 나요. 혹시 저 따라오신 거예요? 그렇다면 잡혀갈까요? 저희 회사가 PD님 프로에 협찬도 했고 그때 분명히 밥 사신다고. 대표님 캐나다 처음이시죠? 자 그럼 1위로 가봅시다. はい、お願いします。はい、13、14話まで見ましたけど、早速、舞さんどうでした？かっこよかったです。本当にかっこよかった。あの、私の好きな挑戦時代は出なかったけど、あでも久々にちゃんと大画面で今夜さん見てオープニングで興奮しました。こんなに進むと思ってなくて、13話見た時点でえまだあるよねっていう、衝撃でした。あれびっくりしましたね。うん、で僕も言いましたけど、うん、残り3話あるよなってね、うん、私終わりかなと思って終わってもいいぐらいなストーリーやったから、それでまた展開あるんやと思うので今もワクワクしてます。あと残り2話で何が進むのか。でも切なかったですね。やっぱりいつかなくなるとは思ってたけど、抜き方よ、あとあの剣の使い方よ、うん、あへってなったし、やっぱ記憶がなくなるっていうその切なさも味わって、でもやっぱ唯一救いあったのは死神さんだけ、そのストーリーを全部覚えてて、私死忘れてんのかなと思ったけど、こっからみんながどういう風になっていくのかも楽しみなんやけど、やっぱりあの社長さんのこれからもちょっと気になるなっていう、完全に忘れてしまってるけど、あそこもどうなるんかなってめっちゃ思ってます。結局ね、社長はちょっとはね覚えてるかもとか思ったんですよ、うん、でも完全にわからない状況になってますよね、うん、ドッケビの記憶をなくすことになってると思うんですけど、死神の記憶までね、うん、一緒に亡くなってるから、ちょっとそれは僕はなんか不思議でした、うん、あれと思って。あでもまあ超イケメンっていうね、言われてるからもう いいでしょう。ほんでね、13話はもうマジで怒涛でしたね、どうするっていうね感じやったから、うん、って思ったらまさかこういうね14話の展開が待っていたっていう。ミオはどうやった？さっきもほんまに前が言ったように、もう怒涛の2話やったなっていう感じやね、もう、うん、やっぱりそのずっとじらされ続けてきた剣の抜き方がもうびっくりしたし、自分から行くんやみたいなね、意思とか関係なしにそう行くんやっていうのはびっくりしたけど、あとは本当にこの14話のこの流れがものすごく綺麗に来てるから、逆に後には何するんっていう心配でもないけど、こう驚きというか思い出していく過程とかがいろいろあるとは思うんやけど、あと2話もあるから今からどうなっていくのかがすっごい気になってる。なんか私が思ってた大きな物語の結末はもう見たっていう感じがするから、私の中ではこの2話がめちゃくちゃうわっていってすごい面白かったから、もうすごい気になってる、次の2話が。14話の展開って全く予想できなかった展開になってたから、だから本当に見終えた通りに残りの2話がどんな展開ももちろん思い出していって、で最後何で終わらすかっていうのがめっちゃ気になります。でもやっぱり特
にこの13、14で感じたけど、伏線と思ってなかった伏線が回収されていく様子とかが見てて面白くて、確かにコンユさんが高麗時代の時に殺されるって分かってて、なぜ足を進めたのかとか普通に見てたけど、まあ、確かに言われてみればそうやなみたいな、そういうのをこう結構重要なセリフとして忍ばせてたっていうのがすごい面白かった、うん、そういえば確かになって思うところがすごいあって、そうやな、コンユさんのそのセリフを聞いてめっちゃ納得したっていう、うんうん、そう、まあ、そのセリフのおかげでこれの使い方が分かったっていう話になるやんか、うん、だからめちゃめちゃ重要なシーンだったの、うん、その話の中でワンヨの過去の話がちゃんと描かれたじゃないですか、うん、そこでやっとイロモさんが演じる昔のね、うん、王様のしっかりとしたその内容があって、そこも面白かったです、うんうん、死神の罰もすごいよね。死神になってから罪を犯したら過去の自分の滞在を思い知らされるっていう、きついよね、あれはすごいなと思った。本当会社みたいなところやけど、そこだけ唯一次元が違う憲法とかじゃないですよ、うん、本当にそこだけ、あ、死神かっていうでしっかり全部バレるっていうね、うん、でもそんなの普通に使ってたけどななんかよくミオとかうんちゃんが感想の時にキャラがブレるとかよく言うやんか、うん、ちょっと分かりづらいとかなんかたまに言うやん、うん、それ全くないよね。なんかキャラが初めから今まで全部ずっと皆さん統一されてて、二人がよく言うコメント、私は勉強してるんやけど、それで言うと全く心配事が何もないドラマなんやなって改めて思いました。背景とかも綺麗だし、すごい綺麗に撮られてて、そういうの見るとね、うんちゃんもこう撮影現場すごそうとか言ってたやんかなんか逆にそういう部分でもちょっと楽しいなって思ってます、はい、その面でも今回のこの14話見てますますキム・ゴウンさん特にね、うん、撮影大変やったなっていう大体ドラマの撮影で一番最初か一番最後かで海外ロケを済ますんですよ、うん、つまりこれ考えたら10代と29歳のやつ全部撮ってるわけじゃないですか、うん、感情のねその演技とか大変だったと思うんですけど、全くそういうの感じさせない演技してるから、うん、いやもうすごいなっていう脳を立てて考えながら面白かったですね。じゃあこの13、14話で好きだったシーン、もしくは印象に残ってるシーン。私好きなシーン2つと好きなアングル1個あるんですけど、アングルは大体分かった、誰か分かった。まず好きなシーン1つ目が旅行のシーンの膝枕、うん、ああ、おいそっちに出るんや、そう、かわいい、あれ本当にいいです、ほっこりしました。それがアングルやと思って、違う、あるんですよ私の楽しそうやったし、ちょっと最後の旅行っていう感じはしてたんで、シーン的にも剣の使い道が分かったみたいな後に旅行に行ったやんか、だからまあ最後の旅行ってなる、なんか悲しいけどでもそれを忘れさせるぐらいとてもほっこりしたシーンだったので、あのシーンがすごい好きです、うん、そういう風にしたいですよね、はい、したいです。ういう、はい、でもここにコンユさんいたら私も倒れてしまったもう一つがコンユさんが亡くなる直前のキム・ゴウンさんのあの泣いてるシーン、もう本当に過呼吸になるんちゃうかぐらいの、本当にもうどうしようもないみたいな感情がすごい伝わってきて、あのシーンはもう焼き付けられたみたいなぐらいすごい衝撃的なシーンでした。あそこの緊迫感がすごかったです。あそこでも急いで忘れちゃうか忘れた感じてメモするシーンで、そのメモが後々すごい役立ってくるっていうところもひっくるめて、あのシーンすごい印象的です。で好きなアングルなんですけど、好きなアングル何やろ、今夜さんが焼け酒みたいなお酒飲んでる時に床からのコンユさんからのお酒みたいなアングルがあって、え覚えてない、あのシーンすごい良かったんですけど、あのアングル大好きです。あー印象ない僕探してここにね足しておきますんで、はい、あの床からのあれ、あーかっこいいってなりました、あのアングル大好きです、全然共感えて僕がね今思い出せないだけで皆さん結構共感してる方いらっしゃるかもしれないですよ。本当ですか私が印象に残ったシーンはベターになってしまうのかもしれないけど、やっぱり抜き方が、コンユさんがその前に勇気が必要やみたいな話をしてたから、うん、キム・ゴンさんが頑張って抜くんかなと思ってたけど、キム・ゴンさんの手を上からやって自分でバーって抜くんや
みたいな、それいけんねやみたいな、うわなるほどなと思って、そこはびっくりさせられましたね。俺はちょっとした勇気がいるって言ったから、うん、キム・ゴウンさんにこれを抜かせた後にあいつを切る、キム・ゴウンさんが切られるようにするかってぐらいまで思ってた。なるほどね、そっちやったんや。ちょっとした勇気って言ったんで、なるほどね、ちょっとじゃないやろ。残念とかも全く思わへんし、うん、なんて言うんやろうな、度肝抜かれたみたいな。あ、そういう方法がみたいな、なんか印象に残ってるし面白かった。とはやっぱりコンユさんが戻ってきて孫とジョージさんの前に現れた時に、やっぱ会長全てを考えてちゃんとね、ジョージさんと孫とね伝えていってたんやって思ったら、もう自分の中でうわってなって、会長さすがやな、かっこいいなと思いながら見てましたね。僕ですけど13話の話はもうね2人だねって言ってくれたんで、僕も同じくねそのシーンとかも好きですし、その中でも特にもうキム・ゴウンさんが記憶がなくなっていくからね、書くあのシーンは非常に印象に残ってますね。あと表現として印象に残ってるのが、あの世っていうかコンユさんが死んで向こうに行ったら、なんかもう雪原となんか雲がわーっと動いてる、あの世の表現が、いやもう今までいろんな作品とかであの世の表現いっぱい見てきたんですけど、ああいう表現見たことないんで、いやもう面白いなと。じゃあ最後です。次が最後です。最後ね、どんな展開になっていくのか、どんな、まあ、結末になるのか、皆さんもねその最後の動画楽しみになってください。じゃあちょっと待ってじゃあイボンヨンさんヨギカジゴヨチョヒヌンとダウンヨンさんへそベッタルハゲスンニダウ、はい、ハナルーセセヨー。マヤさん終わりますよ。切ない。悲しいよ。まあ、最後にちょっと朝鮮時代のコンユさんお願いします。